はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。一日一冊読書家のマルスです。で、今日からですね、YouTube のチャンネル名を、えー、この一日一冊読書家マルスと。 いうタイトルに変えています。でこれまでは「一日一冊読書レビュー」というタイトルだったんですけれども、まあ、もう少しですね私のこう個人的な、まあ、パーソナリティというか、まあ、そういったものを含めて、えー、まあ進められればいいかなということで名前を変えています。で、普段はビジネス諸島についてご紹介することが多いんですけれどもその他にも心理学とか英語の本なんかもご紹介をしています。で今日ご紹介する本は、えー「うつ病のことがよくわかる本」と。 いうタイトルの本になりますでこの本は、えーとまあ、実は私がですね、えーとまあ、たまにあのうつ病とまではいかないんですけれども、まあ、少し抑うつ状態になるような、えー、傾向があったので購入した本なんですけれどもあの非常に分かりやすくてですねページ数も100ページもないぐらいの本なので分、えーまあ、かりやすい本でした。 でえーとまあ、私の場合はうつ病と呼ばれるような長時間続くようなうつ、えー、状態ではないんですけれども、まあ、何かつらいことがあると、まあ、1週間とか2週間ぐらいこう塞ぎ込んでしまって、まあ、場合によってはベッドが出られないとか、まあ、そういうような状態になることもあったので、えーまあ、手に取ってみた本になります。であの先ほども言いましたけれども非常にわかりやすい本で図が多くてですね、えー、ともう簡単に読めますあの本当にざっと読もうと思ったらあの30分とかそれぐらいでも読めるような内容ですけれども。 ただあの、非常に分かりやすくてですね、参考になる内容がいくつもありました。で例えば、まあ、うつ病になりやすい性格があるということで、えーまあ、私自身、えー、これ、少しあるかなと思ったのは、例えば、秩序を重んじる、決まったことをきっちりこなしていきたいとか、あと、他者に合わせようとする、まあ、人に迷惑をかけたり、摩擦が生じることを恐れるとか、まあ、あとはこだわり症があるとかですね、まあ、そういった傾向だとうつ病になりやすいということだそうです。 でえーとまあ、これはですねこの本の内容じゃないんですけれども、えーとまあ、最近心がけていることがまあ2つあって1つは、えー、と自分が決めたことだけを守るということでこれは他人に言われてやっているという感覚ではなくて、まあ、自分が決めたことは守る。 逆に、まあ、他人に決められているような状態をなるべく避ける、まあ、そうすることによって、えっと、自分の中ではベストを尽くしたというようなこう自己肯定感が少しずつ積み上げられるということに気がついたので、まあ、最近こういった、まあ、うつ病とかいう状態にならないようにですね、まあ、心がけています。であと2点目は、えっと、YouTuber あの最近 YouTube も活動されてますけれどもあのブロガーで、えっと、システムエンジニアだと思うんですけどまなぶさんという方がいらっしゃってですねその方のチャンネルを私も見てますでその方がおっしゃっていたのは、えっと、人を批判することは基本的にしないと。 でなぜかというと人を批判した時にその批判したことによって、えーまあ、人が成功したとしても別に感謝されないし失敗したとしても感謝されないと、まあ、成功した場合も忘れられてるし失敗したとしても別にあなたのアドバイスに従っておけばよかったなどと言って感謝されることもないということで、えー、とまあ、自分にとって メリットがないとさらに相手を批判する過程でそのある A というアイディアが良くないというふうに言ってしまうと自分が将来まあ、A というアクションを取りたい時にもうそれ取れなくなってしまうと自分の選択肢が狭くなってしまうということで、まあ、相手を批判することはやめましょうということを、まあ、YouTube でおっしゃってました。 でこれは私の中ではまあ目から鱗だったんですけれどもあのまさにですね私は生真面目というかこだわり性というか何か正しいと思っていることがうまくいかないとすごく気が済まないタイプで、えーとまあ、もちろん世の中は全てうまくいくわけじゃないので、えー、と結構へこんだりしてしまうことが多かったんですね。で、まあ、今もう100%あの完璧にすぐこうマインドを変化させられてるわけじゃないんですけれども、まあ、少しそういったことを気をつけていくと、まあ、こういううつ病のような症状を持たれてる方は、えー、まあ 参考にになななるんじゃいいかなという,ふうに思いますでまあ私自身はですねこの本の中にちょっと戻りますけれども認知療法というような治療方法が、まあ、自分はいいんじゃないかなと思いました、まあ、あのこの本の中にはいろいろ、えーまあ、薬を使う薬物療法であったりとかまた電気をまあ頭に流すような治療法もあるということが書かれてましたけれども、まあ、あのその手段の一つとして認知療法というのが、まあ、あの非常に興味深かったですでこれどういうことかっていうと認知っていうのは物事をまあどう捉えるかどう考えるかということだです そうですでそれはまあその人の気分に影響しますということで例えば、えー、職場で上司に怒られてしまった時に、えー、まあ誰でも嫌なんだけれどもそれを私の場合は「なんで自分はダメなんだろう」と「なんで失敗したんだろう」って結構長く引きずるんですねでもう考えてもしょうがないことをうだうだ考えるんだけれどもその考えてもしょうがないということは分かってるんだけども考えてしまうんでもうずっとループになってしまうとで、えー、とそうすると、えーまあ、結果として悲しくなったりとか落ち込んだりしてしまうと。 なんだけれどもそれをあの認知の仕方を変えると、まあ、怒られても仕方がないなというふうに、えーまあ、考えることができるとで結果として、まあ、次は頑張ればいいじゃないかと、まあ、そういうような、えー、メンタリティに変わっていけるということが、まあ、書いてありましたで、まあ、あの実際言うはやすし行うは形しなんですけれどもあのなかなかできないんですが、まあ、意識をしていかなきゃいけないなとい,いきたいなというふうに思いますでえっ、ー、とまあ結構マイナス思考とか 言われます。けれども、まあ、物事を良くないこととして受け取ってしまうとまあ、ストレスになってしまうとで、あの同じことが起きているんだけれども、えっ、ー、とそのマイナス思考とか、えー、素直に考えられない人っていうのはですね。こう、それがまあ、大きなストレスにどんどん雪だるま式になっていってしまうということが書いてありました。 でまあ、思考の癖としては、まあ、過剰な一般化、まあ、ネガティブな出来事があった時にそれが全ての出来事に、えーまあ、伝播するんじゃないか例えば石につまずいたから今日は一日運が悪いんじゃないか仕事もうまくいかないし対人関係もうまくいかないんじゃないかと思ってしまったりとかまた肯定的側面、まあ、ポジティブな側面を否定する否認するということ、まあ、何かあの本当はいいことがあるのに 例えば、まあ、外出をする予定があるとかスポーツ観戦をするとか予定があるのに、えー、いや私は今こんなことやってていいのかこうやってやってることによって仕事がまたうまくいかなくなるんじゃないかとか、まあ、そういうふうに見てしまうと本当は素直にスポーツ観戦って楽しいよねとかどこどこに行けて楽しいよねって思えばいいのに、まあ、そういうふうにしてしまうまたあとは結論が飛躍してしまうとか相手のことを考えすぎてしまう、えーまあ、相手はただちょっと忙しかったり自分が視野に入らなかっただけなのに相手から挨拶が返ってこなかった時に、まあ、へこんでしまう。 とかまたゼロ一思考前科無科思考。まあ あの出来事があった時に、えー、完璧かゼロかじゃないと判断できないとテストで100点を取らなかったら0点と同じだというふうに考えてしまうけれども、まあ、実際さっきも言いましたけども人生に100点とということはありません基本的には、まあ、自分が想定しているものっていうのはこれはまあ他の論文ですけれども100%よりもまあ140%とか130%できると人は見積もる傾向があるそうでその結果から言ってもですね基本的には自分が期待している結果以下の結果しか返ってこないことが多いんですね。 なんですけれどもまた何々をすべきだきちんと整理しておくべきだ仕事はこう進めるべきだというふうに考えてしまったりとか、まあ、レッテルを貼ってしまう。 えーまあ、自分の中で何かミスがあったときにいやもう私はこんなこともできないもうダメな人間なんだっていうふうに考えてしまったりとかですねあの、まあ、この本の中では6つのパターンとしてまあ紹介をされてますこの辺もまあ,あのかなり自分に該当するところがあってですね、まあ、あんまりこのレビューでネガティブなことを言ってもしょうがないんですけれども、えーとまあ、私自身こうやって毎日本をアップロードするということは、まあ、なんとかですねあの今守りながらやってますけれどもこれも先ほど言った、まあ、自分との約束は守るということをなるべく、えー、まあ達成しようと 思っってて今頑張ってますで実際にはですね私もタバコを吸ってみてやめられなかったりとか、まあ、仕事でうまくいかなかったりとか結構最近、えー、いろいろあるんですけれども、えー、まあ人間ですし人生なんで、まあ、あの上がり下がりはあるというふうに考えてですね今はなんとかやっています。で、えーとーまあ、この本の内容としてはまあ以上なんですけれども。 あの気がついたのでですねやっぱりあの結構今特に日本では、えー、とこうポジティブなニュースよりもですねネガティブなニュースが聞こえる環境っていうのは多いと思いますもう手放しで、えー、経済成長したりとか仕事で給料が上がったりとか、まあ、そういう状態じゃないですみんなもがきながらこうやってる状態だと思うんですけれどもまあ、そういう中でですね、まあ、もう少しみんなでこのうつ病について理解をしたりとかまた、えー、私自身今アメリカに住んでるんですけれども、まあ、違う文化のメンタリティとかをですね理解して、えー、まあ、自分の世界って っていうのは今自分が見えてる範囲だけじゃないんだということをまあ理解するとまあ少しまあ何か助けになるんじゃないかなということをえまああの感じましたもう少しですねこのうつ病とかまあポジティブなメンタリティとかっていうところえまあ議論が進んできてみんなで社会をこう支えていくとかえまあみんなでお互い励まし合っていくようなまあ文化にできればいいかなと思いますそれはあのアメリカで感じたことなんですけれども、はいえー、ちょっとだらだらとしゃべってますけれども今日は以上になります でえっとまあ、今後はですねあの本のレビューだけじゃなくてもう少し自分の感想みたいなものを、えー、足しながらお話ししていければいいかなというふうに思ってるんですけれどももし何かあのリクエストとあればですね、えー、コメント欄にコメントいただけますと幸いです。でこれまでにあの読んだ本の 良かった本をです、ね、ランキングにしてほしいとか、また、えー、とテロップをつけてほしいとかっていうご要望をいただいているんですけれども、すみません、ちょっと、あのー、今、まあ、1冊本を読むというのが手一っでして、えーとまあ、あの必ず忘れずに、いつか少しずつ改善していきたいと思っていますので、えー、とそれまで、まあ、お待ちいただければと思います。はいよえー、長くなっていますけれども、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします今日は以上です。